東京都市学恵比寿会をしています橋本しか橋本です。金属を外すときに麻酔はいりません。なぜなら金属は感覚がないからです。そしてある程度切れ目を入れ、そしてこのように除去していきます。この自分の歯は削らないということです。金属だけを削っていきます。そして麻酔をしないということです。そしてここも金属のみをゆっくり丁寧に除去していきます。歯肉を削らないように、血だらけにしないように、丁寧に金属のみを除去していきます。これは私がうまいとかそういうことではなく、生態はどういうものか、金属はどういうものか、どういう方針でこれを除去し、そして根の治療をしていくのか、それにより大きく異なるということです。で、ちょっと力を入れます。でも無理にこじれば当然外れるんですけども、痛みが出る可能性がありますので、ここで一度確認をし、さらに金属のみを削っていきます。できるだけ患者さんの歯に負担をかけないように丁寧に金属のみを除去していきます。通常この水を吸ったり唾液を吸ったりする吸引になりますが、これは普通助手がアシストします。しかし私は自分で行います。つまりこことここは左手と右手で連携してこの方向を確認します。なかなか第三者スタッフではなかなか難しいということです。それが私のやり方になります。各先生によりそれはいろいろな見解があると思います。ゆっくりと力を加えながら患者さんに痛みがあるかどうかを確認していきます。そしてもう一度金属の実を削っていきます。できるだけ削らないといろいろインターネットで書かれていますが、それを麻酔して行いましたら、その判定はどういうふうにするのでしょうか。患者さんは麻酔されて削られてないと思いますが、それは全くわからないわけです。この歯に関して麻酔していませんので、削りすぎたり不必要なところを削ったりするとやはり痛みが出ます。それは歯が生きていれば当然そのようなことが起こるわけです。外すときにもこれが患者さんが飲み込まないように注意していきます。そしてゆっくりゆっくり力を加えて痛いかどうかを確認しながら行います。それでやっと外すことができました。ここまで一切麻酔は不必要で、患者さんも痛みを訴えておりません。